やばい、並んでるな。はい、こんにちは、もっちです。今日はですね、秋葉原に来ておりまして、めちゃめちゃ天気いいんですけど、風がねちょっと強いかな。お正月らしくね、だいぶにぎわってますよ。スマホ修理用の上のさ、メイドカジノ、何あれ、メイドカフェじゃなくてメイドカジノだって、初めて見た。なんかちょっとよくわかんないけどワクワクしちゃう。青春豚レバ野郎ラーメン、なんかすごい人気だよこれ。めちゃくちゃ秋葉原っぽいお店。ここ何、九州ジャンガララーメン、すごい行列。ほんとここ昔から人気変わんないな。今日はですね、めちゃめちゃ贅沢なカツカレーなんですけど、何が贅沢かっていうと、去年行ったねとんかつ青木さん、あの銀座のお店行ったんですけど、そのとんかつ青木さんの姉妹店でめちゃめちゃ美味しいとんかつをね、あのカツカレーにしちゃってるんですよ。もしかするととんかつだけでね食べたいってね思うかもしれないんですけど、贅沢にもそれをねカツカレーにしていただけるお店なんです。で、秋葉原のね駅からはね歩いて8分ぐらいかな、ちょっとね賑やかなところをね抜けた場所にあります。さあ到着しました。こちらがねいっぺこっぺさんなんですけど、やばい並んでるな。時間ねずらして結構来たんですけど、今2時ぐらいかな。やっぱね混んでますね。ほら、とんかつ青木のカレー屋いっぺこっぺって書いてあって、こうやってカレーとかね、とんかつの100名店にも選ばれてますよ。それから神田カレーグランプリなんてね書いてますけど、これはやっぱ並んじゃいますよね。はい、いっぺこっぺさんの店内です。入り口に券売機があって、カウンター席とテーブル席があります。メニューはカツカレーとね定食もあるんですね。とんかつだけでもね全然美味しいお店ですから、これは嬉しいですよ。まあ僕はね今日はカツカレーを食べに来たので、おすすめマークがついてる上ロースカツカレー 200g を注文します。待つこと15分ぐらいですかね。こちらが上ロースカツカレー、お肉 200g でございます。とんかつ美味しそう。これね、カツにカレーはかかってない状態でね出してくれるんですね。でね、こっちのカレーもねいい香り。これね具がたくさん見えるんですけど、これお肉かな。見た目はね割と普通のカレーですね。いただきます。卓上にはねこうやってソースとか岩塩がねいっぱい置いてありますし、もちろん福神漬けもあります。これ定食用かもしれないんですけど、塩で食べるとんかつを楽しんでってね書いてあるので、まあ、せっかくですから最初の一切れは岩塩をかけていただきましょう。おお、ほら見てこの厚さ、断面もめっちゃ綺麗だし、うまそう。いやー分かってはいたけど、やっぱりね間違いない。これ僕がねかじったところで申し訳ないんですけど、しっとりしてね柔らかくて美味しい。ちょっとねこれ一口だけカレーなしでご飯いただきます。とんかつはソースでね食べるのが好きなんですけど、最近ね、まあ、いい豚肉だと塩で食べる味にもねハマってきてるんですよね。さて気を取り直して、今日はカツカレーですからね、この贅沢なカツに合うカレーをね食べに来たんですよ。もうこれね、いきなりカツと一緒に食べちゃいます。はー、はいはいはい、すごい美味しいし、もうこれ大好きな味。なんかね勝手に特別感のあるねカレーかと思ってたんですけど、これねいい意味ですごいね普通の味。スパイスの香りとかね、中に入ってる具の味がねこうガッとね目立ってるものはねないんですよ。なんていうのかな、これねとにかくカツを引き立てるカレーのような気がします。普段食べるカツカレーのカツとカレーね両方ともめちゃめちゃグレードアップさせた感じですよ。
やっぱりこれね、カツがメインっぽいから、こうやってね、ソースかけちゃってもこれいいのかな。やっぱりね、ソースうめえ。そんでね、もうすかさずね、カレーもいっちゃうと、おー、これ最高。この食べ方が正解なんじゃないか。とんかつ定食にカレーがついてる感じかな。しかもほら、ご飯の量もね、ボリュームあるんですよ。大盛りにしなくてもね、全然満足できそうです。正直カレーをかけたらね、せっかくの美味しいとんかつの味が台無しになるんじゃないかなってね、思ってたんですけど、全然そんなことないのがもうびっくり。とんかつのね、邪魔をしないって言ったらちょっと大げさですけど、でもね、このとんかつ専用のカレーなんですよ。とんかつを楽しみながら贅沢にカツカレーとしても楽しめる。そりゃ行列に並んででも食べたくなりますよ。ごちそうさまでした。食べ終わって外出たら、来た時よりも並んでる。すごいな。はい、念願のね、いっぺこっぺさんいただいてきました。美味しかったですし、贅沢。駅からね、結構離れてるのに、もうひっきりなしですよ、お客さんも。行列途絶えなくてね。でもね、食べてみたらその理由分かります。ぜひね、機会があればカレーととんかつ好きな人食べてもらいたいです。はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もっちんでした。